電車の大半は当日整理券でお楽しみいただいています。当日整理券毎日あります。ユニバーサルスタジオジャパン。さあナシよ、観念しなさい。ナシよ、お前に染み込んだソースが口いっぱいに広がり、ああナシよ、食欲全開クックドゥマーボチェズ。ここからは暮らし感じる変えていく B&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ショッキングな事件ですね。なぜ殺害、なぜ切断という気がします。まずは一昨日の夜ですね、今帰ってるのかなんですが、長崎県に立てまして高校1年生の夏尾愛子さんが同級生の女性とに女性との自宅マンションで頭を殴られ、首を紐のようなもので絞められて殺害されたと伝えられております。この殴られた回数というのも複数回というふうに言われております。調べてこんなことがあったんですね。全て私がやりましたと供述している女子生徒なんですが、警察のその後の調べで数種類の刃物で首や左手首を切断したと供述しています。そして遺体にはこれ以外にも胴体部分を中心に刃物で激しく傷つけられた跡があったそうです。非常にショッキングですね。結構非能にしても最初から用意していたのか、工具もそうですね。で、まあ、突発的にもし破ってしまったとしても、その後紐でもう一回締めてるっていうところに結構かなり強い殺意があったんじゃないかと思うんですけど、こう現実感覚がすごくないんじゃないかなっていうイメージはあるんですね。ですよね。これ人生ですよね。お父さんいかがですか。アイラさんがお父さんに話したんであれば、5時40分頃にもう7時まで帰るよっていうことで、そこまでなんか和やかに過ごしていて、別になんか緊張してもなくて、あ、普通通りに帰るからね、その後振り向いたらみたいな、そのわずかな時間ですよね、多分ね。しかし、その後何事もなかった何かの瞬間に、そのスイッチが入って、この状況になってしまった。それと、今聞いたように、もしかしたら警察署があったかもしれないので、わからないことだらけなんですね。動機も含めて、気持ち悪いっていろんなことが分かってくると思うんですが、お母さんに伺いました。最初は取り調べるというよりも本人が話ができることを全部聞く、矛盾点があっても一つ一つ追及せず喋らせて気持ちを落ち着かせる、その後同時に本格的な取り調べを慎重に行うということらしいんですが、今の段階では反省の言葉がないそうです。そして少女にとって取り調べの担当となる、この辺りは私はちょっと気になるんですけど、反省の言葉がなく淡々と答えるなんかもしれないですか。そうですね、その多くのケース、例えばその恨みであったり喧嘩であったり、そういったもので陸上に貼られて人が見てしまうケースですと、まあ、一日明けて冷静になると大変なことをしてしまったという自覚のもとに謝罪の言葉があり、そして大きく精神の動揺があるということなんですけれども、反省の言葉がなく淡々としているというのは、やはりその大きなことをしたという自覚を感じないものと、それから亡くなった被害者の方の命の大切さに共感性といったものを感じないんですが、徳井さんが言われたように、まあ、現実感覚は持てていない時に多く出てくるかもしれないですよね。なんか何をしてしまったのかということが追いついていないのか。はい、ちょっと一昨日の出来事ですかね。一体何があったのか。こちら殺害された夏尾愛菜さん15歳は一昨日の午後2時から3時ごろ両親に遊びに行ってくると言って外出しました。数日前に逮捕された女子生徒と遊ぶと話していたので、おそらく両親は女子生徒の家だろうと推測していたようです。そして夕方午後6時40分ごろ愛菜さんの母親に午後7時ごろに帰るとメールしましたが帰宅しなかった。失敗した愛菜さんの親が一緒に遊ぶと言っていた女子生徒の親に居場所を確認するため電話をしました。そして女子生徒の母親が愛菜さんを知らないか女子生徒に電話をします。すると女子生徒は午後6時半ぐらいに別れたと話しました。その午後6時半ぐらい